はい、ダイスチャンネルです。今回はマリオメーカー遊んでいこうと思います。実はイベントコースでお化けの研究、これを発見しました。私お化け屋敷が一番好きなステージなので、これ楽しみです。ということでやっていこうと思います。日夜お化けの研究に明け暮れる小山博士、このお化け屋敷には新しいお化けが潜んでいるかもしれないぞい。早速調べるのじゃ。どんなお化けと仕掛けがあるのか楽しみだわい。ということで、クリア率は 4%、 かなり低めなんですけれども、やっていきたいと思います。マリオといえばですね、お化け、お化け屋敷のあのコースが出るとテンションがですね、私上がるんですよね。実はお、あーはー、大山博士になったぜ、イエイイエイ。こうちっちゃくなるとこんな感じ、いいね。ゴー、かわいい。へい、もうちょっとこっち来てくれないかな。オッケー、これでいけるね。で、このなんだっけ、これこの骸骨のカメさんは復活するじゃないですか。あれにね、いつもね阻まれてたんですけど、それでもねやっぱり面白い、楽しいんですよね。あ、こうマリオのサーキットのコースでもお化けのコースあるじゃないですか。あれもねすごく好きだったんですよね。これどうするん、ちょっとまずいねこれね。とりあえずテルサをこっちでやってから、あ、剥がされた。おう見逃してた。端っこにいると、でも今のところって落ちちゃう気がする。あ、はい、キノコを逃しました。毎度いつものながらですね、これやって待ってるまずい、ここキノコじゃないし、ちょっと勢い任せで行ってみようと思います。へい、ててててててて、やられた。もうキノコを逃さないためにはこうするしかないね。こっちはない、ほら行け、よし、これで私にも取れる。イエイイエイ、行くぜ行くぜ行くぜ、ほう、えいえいえい、ジャンプ、は、うん、は、おう、よいしょよいしょ、もうちょっと、はい、ここなんか位置的にまずい気がする。ああれ、ここ落ちてもいいんだ、もう一回いけるね。どうどう、あ、落ちた、よし、あとう、あとう、アポーアポーアポー、よし、アポー、ここからが問題です。アポー、ここ入って、ああ、挟まってるやつ、落ちたやつ、そうか、あの2体がちょっと難しめなんだね。私には難しめだ、きっと他の方には簡単ってやつなんですよね。ほう、よし、行くぞ、もう一回チャレンジしていきます。いいジャンプ、ここでこうやってこっちに飛ぶ、来た、これならいいね。今の壊してよかったのかな、いやでも大丈夫だと思うんだけどな。ドッスンするでしょ、でこっち呼んどいて、あー、アポアポ、あ、下に行ってくれるからいいのか、なるほど、来た、あー、やっとここまで、落ちた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 、あれ、こっち行けと、ここはじゃあちょっと助走をつけてジャンプしないとダメだ、こう、アポアポアポ、おお、アポン、こう、こう、来た、イエイイエイ、
あ、これこれこのまま、え、今のなんでこの子出てきたの？この回ってるのも好きなんだよね。好きなんだけど、このタイミングが。これね、可愛いよねと思って見るんですよね、いつも。恥ずかしがってるのも好きなんだけど、このずっと回っててビーってやってるのもね、好き。お。あ、この四角は向こう側のハテナブロックかな。え、最初から？マジか。最初からなのか。でも今のとこまでは行けたから行ける気がします。よいしょよいしょ。最初から、そっか、途中地点がなかったもんね。今今回はちょっと上を、あ、なんかあんじゃん。同じやつだーい。落ちた。あ、バイバイ。落としてまった。はい、こっち来て、こっち来て、こっち来て。よし。はい。ちゃっちゃ。危ない。じゃーん。もう一回。ちゃっちゃ。今、来た。よーし。ちょっと慣れてきたかもしれない。これで落ちて。当たらない位置だね。はい。よし。この子は当たる位置だから、戻してって、下からジャンプ。降りてって、下からジャンプ。で、いきます。で、これ入ってるから、これはしないで、スルー。このコイン全部取りたくなる衝動は、まずいね。ここタイミング、ここ。で、この子こっちにやっておかないと。え、めっちゃ近くない？よーし。来た。これいけるんじゃない？向こうの子もいるんだよね。あ、行ってしまえ。あれ？下にある、なんか、ん？お、これいけるやつだ。おお、 P ボタンが落ちてきてる。ちょっと怖いからこっち側から行こう。これで踏んで、頑張ろう。でも今のところまでは分かってきた。へい、よし。いやー、これも覚えましたね。よし。1212素早く動けるようにちょっとなっている気がします。よし、来た。これなんかあんまり関係ないけど取っちゃった。はい、来て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 。よーし。1212当たらないようにジャンプ。ここまではね、なんかスムーズに来れるようになりましたね。私だって何回かやればできることはあるんだね。嬉しい。やばい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 、まずいぞまずいぞ。ほ、やばい、まずいぞ。後ろからも来るぞ。アポワアポ。1212。お、ちょっとスムーズイング。あ、うアポン、へいへいへい。ここだ。じゃーん。で、あの端っこの子こっちに呼んで、こっちに呼んで、あぽん。はい。恥ずかしい。恥ずかしくなってる。今。ちょっとずつ、あっちとこっち。あっちと、
こっち。あ、ポン。あ、あ。あっちとこっちってやってたら落ちた。またここまで来たのに。へい。もう慣れたぜ、ここは。行くぜ。よいしょ。もうちょっと、ジャンプして、ここもジャンプして、1、2、1、2、1、2、よいしょ。よいしょ。へい。危ない。はい、どうぞ、落ちて。テルサさんもこっち来なきゃ。お化けこっち、お化けこっち。よし。こう。よいしょ。はい。はい。入ったー。戻ってきた。お。とう、とう。あぽん。あぽん。ちゃちゃ。ちゃちゃ。ジャンプ。ちゃちゃ。イェーイ。ちゃちゃ。危ない危ない。危ない。遊んだら危なかった。あぽん。ほう。ちゃちゃ。ちゃちゃ。ちゃちゃ。あぽん。ジャンプ。ちゃちゃ。あぽん。ここだ。よし。あぽん。あの子、あの子こっちに。してからの、あぽん。じゃん。よし。ここで待ってて、慎重に行かねば。えい。で、あっちの子ちょっと呼び出してからの、ここ。これタイミング的にはいいと思うんだよね。ちゃちゃ。来たー来たちゃちゃ。危ないやってもたでもこれほら落ちたよし。はあんなところにいるじゃないの。早く行かせてください。ダメじゃーん。はい、ということで、中間地点まで今回のこのお化け屋敷行けず、小山博士に変身はできて真ん中ら辺までは行ったんですけどね。残念。次回もチャレンジしていこうと思います。これからもスーパーマリオメーカー楽しく遊んでいこうと思いますので、ぜひチャンネルの登録よろしくお願いします。アドバイスもいただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。See you!